FM 那覇をお聞きの皆様こんにちは。6月21日水曜日午後2時になりました。高知和歌山の沖縄ブレイブス、沖縄から世界へ。この番組は沖縄の元気が世界の元気をテーマに、私が仕事や日常生活の中で感じたこと、好きな曲のご紹介、そして何かにチャレンジしているゲストさんをリスナーの皆さんと共に応援しようという番組です。皆さんにとって元気と勇気のきっかけになってくれればいいなと思っています。今日は FM 那覇沖江通りのスタジオから生放送でお送りしております。今日はですね、ゲストに株式会社ウィエマフード&ライフ、株式会社 U&I 代表取締役社長の植間義和様にお越しいただいてます。そして、また後でね、まさやちゃんと3名で、トークしていきたいと思ってます。この後お楽しみに。番組、そして植間社長へのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは数字で 780@fmnaha.jp fmnaha.jp までお送りください。懸命に沖縄ブレイブスとご記入ください。この番組は FM 那覇のホームページからツイキャス、ユーストリームで配信していますので、インターネットがつながる方はぜひそちらからもご覧いただきたいと思います。またコメントの方もお待ちしております。この番組はあなたの輝く未来をお約束、不動産の有限会社エナジーと、健康づくりのパートナーイオン那覇隣宮城整骨院、ヒーリングアロマ沖縄の提供でお送りいたします。早速ですが、ここで一曲、曲をご紹介したいと思います。HY で一番近くに。信じていれば、きっと伝わる。傷つけあったことも、愛へと変わってゆく。ごめんねの言葉は、もういらないよ。いつもありがとI'm not sure if I'm going to be able to do that.
を見つめた人はさ胸にしまい込んだ言えない悲しみがあるそれなのになぜか君には全てを知ってて欲しいとそう思えたんだ信じていれたらきっと伝わるだけど自分の弱さを認められなくてまた傷つけてしまう一番近くにいるはずの君なのに改めましてこんにちは、コーチ若江です。今日は6月21日水曜日、第32回目の放送となります。私はヒーリングアロマ沖縄代表、個人サロンを経営して7年、普段はアロマを使ったカウンセリング、リバースセッション、トリートメント、ヒューマンデザインのセッションをしています。今日はですね、ゲストさんにもお越しいただいているんですけども、ご紹介する前にですね、ちょっと一つだけ皆様ご報告があります。いつも一緒に、今年1月から一緒にラジオ番組を支えてもらってるまさよちゃんがですね、なんと、まさよちゃんどうぞ
はい、皆さんいつも聞いていただいている皆さんありがとうございます。今回浦添市のですね、ことを県内外にアピールする手だこレディというものがありまして、その手だこレディのサンフラワーのこの、役目というか一人に選んでいただくことができました。わー、おめでとう。はい、ありがとうございます。おめでとう、はい、もう皆さんの温かい応援のおかげなので頑張っていきたいと思います。いやー、ま、もうね、はい、本当、はい、ちょうど先週土曜日だよね。そうですね、はい、土曜日にその選考があって、はいはい、なんとね、うん、サンフラもうひまわりですよ。まさるちゃんぴったり。ありがとうございます。はい、そのままね訳しただけなんだけど、ね、いやだけどね、本当ね、はい、もうまさるちゃんにぴったりなきっとお仕事じゃないかなって思うんで、はい、嬉しいです。はい、私もすごい嬉しくてね、はい、一気にみんなに LINE してしまくってたんですけどね。ありがとうございます。もうね、本当これからまたね、はい、頑張ってほしいなと思います。はい、浦添からまたね、はい、世界、アジアへ世界へ。大きくね、もうどんどん発信してもらいながら、はいはい、楽しくね沖縄を発信していけたらなと思っているので、はい、もうね本当にね、はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます。いやもうこれはねどうしてもちょっと紹介させていただきたかったのでね、ちょっと最初にご報告ということでお話しさせていただきました。はい、はい、ではですね、今日は実はゲストに、はい、先ほどお伝えさせてもらったんですけども、株式会社ウィエマフード&ライフ株式会社 U&I 代表取締役社長のですね、上間義和様にお越しいただいてます。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやもうね、私普段ですね、アロマを使って仕事をしているので、はい、ちょっと先ほどいきなりねこの中から選んでみたいなそういきなりちょっとアロマをちょっと嗅いでいただきたいんですけど、はい、今一本選んでいただきましたかね。はいはい、選びました、はい、ブルーのボトルです。あ、ブルーのボトル、アウェイクンというね、ヤングリビング社のアウェイクンというボトルなんですけど、実は私は普段仕事で、はい、アロマを使いながら、アロマを匂い嗅ぎながら、はい、仕事をね、セッションしてるので、この空間も少しこうね普段 の, サロンに近づけたくて、はい、好きなアロマを選んでもらっていつもやってるんですけどね、どうぞ一滴垂らして、はい、匂いを嗅いでいただけたらと思います。うん、これ手の甲とかでいいですかね。はい、手のひらで大丈夫ですよ。手のひらに一滴垂らしていただいて、はい、なかなか出てこないですかね。ちょっとピピッとこうくっつけてもらっていいですよ。あ、出ました、出ましたか。はい、はい、アウェイクンというね、全てのこのアロマにテーマがあってですね、実はこのアロマのテーマは、はい、内側の気づき、覚醒を助ける、うん、自らを理解することが、自己改革の成功、そして望ましい変換への第一歩ということで、最も高い潜在能力を進歩させるっていうね、実はテーマがあります。素晴らしいですね。素晴らしい、ぴったりなアロマぴったりですね。はい、今社長が選んでくださってるなと思うんですけども、先生も選んでもらって、はい、実は前回と同じなんですけど、はい、YL ジョイですね、ですね、はいはい、また自分もハッピーにね、自分の周囲の人にもまた喜びを広げるというね、はい、もう広がってますよ、マセちゃんから。ありがとうございます、はい、嬉しいこと。今日マセちゃんもまたね、この匂いを嗅いでもらいながら、はい、私はもう二人の香りを嗅ぎながら、はい、今日はねまたお話できたらと思うんですけどね。はい、早速なんですけどね、上間社長、もうすごいですね、はい、なんか最近のいろんなお話を伺って、はいはいはい、なんかね売り上げもバンバン伸ばしてるというお話も伺ってますけど、はい、今日はねちょっといろんなそういったお話なんかも聞けたらなと思ってるんですけど、はい、あれですか、こうこの、まあ、創業されて、うん、こう引き継がれたんですよね。そうですね、はい、それが2009年に引き継がれて、はいはい、そうですね2009年、はい、なんかこう引き継がれたこうきっかけというか、はい、こうなんかあったんですか。そうですね、はい、僕が引き継いだの両親がですね、はい、祖父からのれん分けで、引き継いだ上間弁当天ぷら店というお弁当と沖縄天ぷらのお店だったんですけど、はい、まあ、当時僕は大学4年生をちょうど卒業するかしないかぐらいの時期だったんですけど、はい、まあちょっと実家がというかその両親の会社がですね、大きい工場を作ったんですね、はい、その工場を作って、でそのタイミングでちょっと税務調査が入っちゃって、うん、でそういったところからどんどん財務的なトラブルに陥っちゃって、うん、まあ、それで
ちょっとどうにかしてくれないかっていう話があってですね、うんまあ、そのタイミングで法人設立を同時に、うん、継がせていただきました。なるほど、うん、それから今じゃ引き継がれて今ちょうど何年ぐらい、2009年ですから、うん、ちょうど約8年ぐらいですか。8年ぐらいですね、はい。なるほど、8年ぐらいされて、で実際にどういうところからなんかスタートされたんですか。うんはい、そうですね、はい、まあ、財務トラブルでということではあったんですけど、うんはい、お店自体はですね、はい、非常にお客様に愛されてて、うん、まあ、人気もあったんですね。それで、まあ、問題はちょっとこのお金の周りだったりとか、うんうん、まあ、ちょっとみんなさん苦手かなと思うんですけど、経理とか、そのあたりが少しまだまだな部分があったので、まずはそこを整備しようと、うんうんうん、ということで、まあ、税金税務だったり数字会計のところから僕は勉強させてもらって、まあ、少しずつですけど取り組んでいったというところが始まりですね、うんうんうん、なるほどですね。あれですよ皆さんね、今ウェーマフード&ライフってどんな会社だろうってね今思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけどね、リスナーの皆さん、ウェーマ天ぷらって聞いたらね、うん、まずね、わからない方はいないと思いますよ、はい、沖縄県で、はい、そうなんです、はい、そのね、ウェーマ天ぷらさんのね、はい、めっちゃ美味しいよね。美味しいです、大好きです。私もすごい大好きで、はい、まだね嫌いっていうことを聞いた言葉は聞いたことがないですよ。ありがとうございます、はい、そのね、はい、中でもどんどんね店舗も今増やされてるっていうことなんですけどもね、うん、またこういったこう立て直しの中で、はい、特にまあ今財務の面でっていうお話もされてたんですけども、はい、こうまたね力を入れてきたこととか、はい、そういったことってあるんですか。そうですね、いろいろ手は打ってきました、はい、それで初めこう数字のところから取り組んでいくと、うん、まあ、数字がどういうことをやらないといけないというのが明確に見えてきますので、はい、次に僕らが取り組んだことっていうのはやはり会社をちょっと大きくしなきゃいけないと、うん、こう財務的なバランスを整えるためにどうしても会社を大きくしなければいけないので、はい、やはり人が必要なんですね、うん、お弁当屋さんっていうのは、はい、現場で働いてもらったりとか、うんうんうん、そこでこのままだと、まあ、人が長くいてもらえるような会社にならないと、うん、僕らが目指しているところはできないよねということで、うん、当社結構人材育成に力を入れさせてもらってまして、うん、なるほど、去年ですかね、うん、県の人材育成認証企業のっていう形で、うん、そういった認証も受けたりですね。なるほどですね、はい、少しずつですが、はい、取り組んでおります。それはじゃあもうずっとこう、まあ、社長として就任されてからずっとそういった人材育成っていうのは力を入れてきたことなんですか。はい、うん、そうですね、少しずつですけど、はい、やっぱりどうしても企業っていうのは人なんですよね、最後は、はいはい、僕が強引にこう変えていこう変えていこうという部分も、うん、まあ、必要かとは思うんですけど、やっぱり最後人が一人一人力の持った人間になってもらって、うん、まあ、楽しんで働きがいある環境を作っていかないと、もういずれ僕が抜けちゃうと企業で成り立たなくなるので、うん、そのあたり含めて当社100年やっていこうっていうスローガンもありますので、うん、まあ、それに向けるとやっぱり人をしっかり育成していくっていうのはもう避けられないっていうのは初めからあったので、はい、取り組んでいきました。なるほど、具体的にはなんかどんな感じでこう人材育成に力を入れてどういう形でされてきたんですか。はい、まずですね、会社がどういう方向向いてるかとか、はい、僕含めですね、会社がどういうことをやりたいんだってことをちゃんと伝えなきゃいけないので、うん、まあ、よくそれは経営理念とかって言われるんですけど、はい、そういう経営理念をですね、もうこんこんと解くと、はい、まあ、解くといってもうるさく言っても、うん、まあ何言ってんだって感じにもなるので、うん、研修という形でですね、うん、今でもずっと続けてるんですけど、はい、毎月僕がですね、はい、それこそパートのスタッフまで含んで、はい、もう社員全員ですね。あ、そうですね、はい、はい、立って、まあ、そういった経営の理念の話をしたりですとか、うん、まあ、スタッフ同士で話し合ってもらったり、うん、そういう形でよく初めて入ってこられた方って、あ、上間天ぷらってお弁当屋さんでしょとか、そうですよね、天ぷら屋さんでしょって言われるんですよね、イメージありますもんね、うん、でそれをまずその研修ではうちらは弁当屋じゃないと、天ぷら屋さんじゃないよって言ってみんな戸惑うんですよ。そうですよね、この私も戸惑っちゃいました今、はい、そうではなくて、僕らがやろうとしてることっていうのは、うん、こう食を通してですね、沖縄の文化を発展させるってことを経営理念に置いてまして、なるほど、やっぱりこう一人一人がちゃんとそれに取り組んでいかないといけないよっていう話をするんですね。なるほど、はい、それは初め全然みんなよく分かんないんですけど、うんうん、そうすると
ある時言うんですよね、うん、なんで天ぷらって袋に入れないといけないのとか、これなん、うん、お土産に持っていきたいのにこんな紙袋じゃちょっと見栄えしないよねとかってある人は気づくんですよ、うん、なるほど、はい、そんな時にあそうだよねっていうことで、うん、うちは例えばお持ち帰りの天ぷらボックスがあるんですけど、うん、黄色いうちのロゴが入ってますね。そうするとこう差し入れに持っていきやすいとか、はい、それも一つの文化の発展ですよね、うん、今まではなかったんだけど、ね、言われてみると確かにそうだっていう部分だったりとか、すごい斬新で斬新ですね。じゃあそういったものがこう人材育成の場で、はい、実際またその現場からの声っていうのも、はい、そういうところから聞こえてくるっていうことですかね。そうですね、はい、その場でいろいろ話し合ってもらったりとか、うん、中には本当によく社員とも雑談みたいな形で一緒にお昼ご飯食べたりするときに、うん、社長こうした方がいいですよとか、はい、うん、この前お客様来られてこんなこと言ってたんですけど、はい、これ変えた方がいいと思いますとか結構言ってくれるんですよ。すごいですよね。すごいことですね。社長と直々にコミュニケーションをしっかりで、やっぱりこう社員にとっては、うん、こう社長に対してどこまで言っていいのかって ね、うん、普通なんかそういうふうに思いそうじゃないですか、はいはい、だけどそこが、うん、いや社長こうした方がいいんじゃない、うん、みたいな、うん、こう言える関係関係性が、はい、を作れるっていうのが、はい、今ね話を伺っててすごいなって思ったんですけど、はい、そうですね、まあ、僕今32歳なんですけど、はい、まだ、ね、全然世間からすると子供じゃないです か、うん、だから工場のおばちゃんとか僕カズ、うん、くんって呼ばれるんですけど、うん、かわいいですね。でも全然それでいいと思うんですよね、うん、なんか今の時代ってこう、うん、こう企業が三角形になって社長が一番上に立ってこう命令をするみたいなやり方ってあまり良くないんじゃないかっていうの、というのも情報がこれだけ行き渡るので、社員とかも僕の Facebook とか Twitter 見てたりしてこの人どんな人間だっていうのも伝わっちゃうので、あまりカッコつけようとか大きく見せようってことを やってもあまり意味がないなと僕は思ってるんです。なのでそれよりかもうみんながこう友達ではないですけど、うん、こうお互い言いたいことを言えると、うんうん、で人間として尊重してる、うん、そんな関係をやっぱ会社の中でも作っていきたいっていうのはありました、うん、すごいね、素敵ですね。組織というよりかこう家族というかファミリーっていうイメージを聞いてたら、ね、はい、もうコミュニケーションがねしっかり取れているんですね、うん、はい。いやなんかね、いろいろね、またこの後お話を伺っていきたいんですけどね、はい、ここで一曲ね、うん、実はまた曲を紹介させていただきたいなと思っているんですけども、はい、はい、上間社長のなんかリクエストということで、はい、はい、曲、そうですね、はい、紹介させていただきます、はい、僕結構仕事ですね、車に乗ってることが多くて、はい、まあ、移動中にちょっと自分を元気づけるっていう意味で聴いてる曲なんですが、なるほど、イギリスのアーティストのノーティーボーイっていう方の、うん、ランニング走るっていう意味なんですけど、はい、その曲を紹介させていただきたいなと思います。あ、はいはい、では聴いてください、はい、ノーティーボーイフューチャリングビヨンセでランニングです。The way I feel, I'm standing still, and nothing else matters now, you're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you.I got you. I got you.
If I lose myself, I lose it all. アネッタイラディオ FM ナハ。はい、お聞きいただきました曲はですね、うん、上山社長のもう普段車で運転しながら聴、はい、いてるという曲だったんですけど、すごくねまた素敵な曲だったんですけど、うん、この曲へのなんかこう思いというか、これをなんかありますか？そうですね、この曲ってどういう曲なんですかね、はい、内容とか、まあ、曲自体はこう失恋だったり恋愛がテーマではあるんですけど、うん、はい、まあ、ランニンっていうあのフレーズがサビでずっと繰り返されるんですけど、うん、前半のラニーはあれなんですよね、うん、このに逃げちゃうっていう意味なんですけど、はい、まあ、後半はそれと立ち向かって、まあ、私は逃げないと、うん、だんだんこうポジティブに前向きに変わっていくような歌詞で、はい、なるほど、まあ、僕自身もそれに励まされてるとそうだよなっていう気持ちで聞いてますね、はい、もう逃げないぞみたいな、やるぞっていうやるぞみたいなオンにする感じですか？素敵ですね。すごいですね。そういった曲をじゃあ普段の移動中で聴きながら充電してるって感じですかね。はい、そうですね。本当素敵な曲をねまたご紹介いただきました、はい、ありがとうございました。はい、早速なんですけどまたね先ほどのまた続きというか、はい、お伺いしたいなと思ってるんですけどね、もうねこう立て直しということで、うん、はい、まあ、会社の方をまた就任社長として、うん、就任されてから、うん、まあ、店舗の方でもねこうスタッフ全員の方と、はい、まあ、社員、まあ、アルバイト生ねパート生も含めた全員の方とのこういろいろ情報共有とか、はい、でまたこう社員研修とかっていうねところにもすごく力を入れてきて、はい、まあ、それで、まあ、今に至ってるっていうことなんですけど ね、 そ う、 ですね、まあ、そういったものをまあ積み重ねていく中で、はい、何か大変だったこととかってありますか？そうですね、大変だったことはいろいろあるんですが、はい、大変だったことですね、まあ、もしくはねこれやっててよかったなって思うこととか、やはり大変だったことはすごい僕はもっとですね本当は早く事業を展開したいっていう、うん、まあこう若さゆえもあるんですけどどんどん会社を大きくしたいっていう部分もあるんですけど、うん、はい、同時にやっぱりこうそれについてきてくれる人が、うん、いなければ組織はやっていけないので、はい、まあ、ある時期からこう家族系ってよく家族が幸せになるようなことが最優先されていくんですけど、はい、まあ、うちの役員も家族で家族系そのものではあるんですけど、うん、まあ、その
役員を呼んでですね、まあ、ちょっとうちはもう家族経営のレベルを終わりにしようと、うんうん、自分たちがハッピーではなくて、はい、やっぱり最終的にそうなりたいのであれば、うん、関わる人をハッピーにしないと、うん、それ従業員も含めですよね、うんはい、そういったことは起きないと絶対に、はい、なので今日のハッピーではなくて、これから10年後、うん、20年後最終的に良いっていうところを目指そうっていうことを決めてですね、はい、まあ大変ですよね。ですよね、うん、なんでそれ決めた時から僕給料上げてないんですよね、ずっと。なるほど。今はまだそういうなんていうんですかね、うん、自分たちがハッピーになるというよりも会社をもっと良い状態にして、はい、ちゃんと社員もハッピーで働けるような給与だったり環境とかそういうのを作ってる段階ですので、はい、なんかすごすぎて鳥肌持ってきちゃったんですけど、今そんなことないです。本当ですね。だってまあ、1億という、まあ、売上から、はい、まあ、5億という今売上ということでね、はい、こうなってる今のその中でも、うん、売上は伸びても給料を変えていないという、はい、こう社長自らのこの今の思い、はい、半端なくすごい。そうですね、すごい。いや皆さんね、はい、社長お若いんですよ、とっても年齢聞いてもびっくりしたんですけどね。びっくりしました。32歳ですよね。今32歳、はい、この若さで就任した時はもっと若いですもんね。そうですね。いやそのね、中でこんなね、はい、話をまた家族とかね、うん、あと役員の方としながら、はい、まあ、基礎を今築いてこられたっていうことで、はい、すごいよね、はい、やっぱりこう理念とか向かっていく目標、はい、夢っていうかですね、やっぱ文化を創造するっていう言葉とっても残ってるんですけど、うん、はい、まさにその通りだなと感じますね、うん、ありがとうございます。いや素晴らしいですね、はい、本当ね、またこう社員の方とかも、うん、まあ、本当ね、またこの自分が頑張った分、うんうん、またね、もう給料という形で、はい、こう、はい、もらえるって、そうですね、やりがい感じますよね、うん、いやぜひそうなっていただきたいです、まあ、そのためにうちはもうすべて数字をオープンにして、うん、社員でもパートでも、見たいっていうか、まあ、もう見せてるんですけどね、こう数字をちゃんと共有して、数字まで共有されちゃうんですか。はい、そうですね、もうすべてもう見たくなくても見せます、ね、いや、ここをじゃあしっかり見てもらって、はい、うん、そうですね、じゃあどうしたいのかみたいなっていうところにお話をされるってことですか、うん、そうですね、やっぱりこう会社って社長の持ち物じゃないんですよね、基本的には。こうやはりいろんな人が参加して一緒にこう作り上げていって、やっぱそのあなたもそこに参加してるんだよっていうのを数字を通して見えないと、どうしても他人事になってたり、給料もらってるみたいな感覚になるじゃないですか。僕いつも研修で言うんですけど、あなたはもらってるんじゃなくて、この会社という場所を通してここにお客様に価値を提供して稼ぎに来てるんだよと。それに自分も参加してて、あなたがいなくなるとそこで価値が生まれないってことを分かってほしいってことを懇々と説くんですよね。そういうふうにこう言ってもらえたら、うんうんうん、こう自分がここにいる意味っていうんですか、うんうん、私はこのために今ここにいるんだっていう役割も明確になるでしょうし、はい、やっぱこう人ってこう頑張る時ってやっぱこうやりがいとか、うんうん、そこで生きがいを感じないと頑張れないと思うんですよ、はい、そうですよね、うん、社長自らはね、あなたはこう、ね、こういう、ね、や意味があるんだっていうかね、うんうんうん、このためにいるんだみたいなことを、まあ、一人一人にこう向き合ってるっていうこのやっぱ姿勢というか、はい、それがまたね、この売上アップの秘訣なんでしょうかね。そうですね。そうなっていると嬉しいんですけど、まあ、ただそうですね、僕らはやっぱりこうただの職場以上のことをやはり社員にも提供したいっていうのはありまして、はい、まあ、結構こうなんていうんですかね、パッとこう温かくも感じるんですけど、うん、同時にすごく、責任というか、はい、その自覚を持ってやってほしいってことは、はい、明確に伝えますので、うん、はい、まあ、そう思える一緒にこういうことを沖縄を変えたい、うん、文化を発展させたい人たちにとってはもうすごく魅力的な職場でしょうし、はい、逆にこういや私は何ですかね、給料もらいに来てますとか、うん、そういう感覚で働くと非常に苦しいかなと思うんですよね、うん、はい、でも僕らは明確にこういう人に来てほしい、上間っていう会社はこうなんだっていうのはもう強く打ち出してるので、うん、はい、まあそうですね、それと会う仲間を探してるって感じですね、うん、今は。なるほどですね。でも本当ね、まあ、そういう中で、まあ、責任というような感じつつも、はい、でも本当こう会社としてこう目指してるところにね、うん、どん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 やっぱこう
人一人が自覚することで近づいていくのかなっていうふうにお話を伺いながら思ったんですけどね、はい、あれですか、またあの食文化とか沖縄の、ね、はい、食文化っていう話が先ほどからちょっと何かあ、そうですね、はい、食文化に対する思いっていうとかっていうのもあるんですか、はい、そうですね、僕もあの今の会社自体の理念もあるんですけど、はい、個人的にはもっとこう食の文化をですね、あのどん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 発展していくような考えでいきたいと思ってまして、はい、今日先ほどお話しさせていただいたんですけど、うん、あのもっとこうレシピだったりいろんなやり方をもっとみんなで共有していいんじゃないかなと思うわけですよね、うんうん、例えばレシピっていうと、はい、あの何のレシピですか、まあ、例えばうちの天ぷらのレシピでも何でもいいんですけど、はい、天ぷらのレシピを公開しちゃうという、はい、またすごい発想ですね、はい、社長、はい、今メールで送ってきてくれた方に教えますとか言って全然いいです皆さん聞きました？いいね、今メールいただいたらレシピ教えてくれるそうですよ、この上間天ぷらの実はそのレシピが、うん、あのすごく大事ではあるんですけど、はいはい、あのそれよりもですね、まあ、僕らが美味しいものを作れることをこう内緒にしてですね、うん、はい、みんなに買ってもらう、それで稼ぐんだでもいいんですけど、うん、それ以上にそれだと僕らが作り続けないとお客様は美味しいの食べれないじゃないですか、うん、はい、で今だってこうずっと沖縄の人全員が僕らの天ぷらを毎日食べてるわけじゃないんですよ、うん、そうじゃなくてこうより良いレシピを作ってそれを誰かが受け取ると、うん、で受け取った人って絶対そのまま真似する人もいるかもしれないですけど、うん、そのまま真似しないですよね、うん、多分自分なりのアレンジだったり、うん、いろんなことやってくれると僕は信じてるんですよ、うん、でそうするとその人がうちの天ぷらを超えてくれるとより良いものが社会にとっては出るじゃないですか、うん、はい、そっちの方がやっぱこれからの世代とか未来って大事で、はい、僕らがなくなると上間の天ぷらは消えちゃうんじゃなくて、うん、僕らはこうそういうものをいろんなのをシェアすることで、うん、まあ、より良いものがどん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 生まれてくると、うん、こういう流れを満たしたいんですよね。上間天ぷらがどんどん広がって世界の上間天ぷらになりますね、うん、なりますね、これはね、これは間違いなしですね、はい、もう食べ物のこう文化っていうのは誰のものでもないじゃないですか、うん、もう本当誰でも作っていいものだし誰でも食べたいっていう思いがありますし、それでまあ最終的にはこう沖縄もそうですし、うん、東京とか日本全体海外とかいろんな食文化がこう、うん、うまく混ざって、うん、自分たちが見たことないような文化が生まれていくっていうのは僕それ結構ワクワクするんですよね。この発想がまたすごいよね、素晴らしすぎてちょっと、はい、あの今ですね、はい、ちょっとメッセージ一件いただいてますけども、はい、天ぷらですか天ぷらと反応してすぐ来ましたけど、よく上間天ぷらよく利用してますっていうことで、はい、今日のお昼もお弁当食べましたっていうことなんですね。お気に入りはジューシーおにぎりとそばと魚天ぷらです。あ、嬉しい。お手頃な値段とまた美味しさの秘訣は何ですかっていうことで、うん、はい、はい、ゆうママさんから来てますけどね、具体的な、はい、ご質問ですね。レシピをお送りしますよかったですね、ゆうママさん、レシピ送ってくれるそうですよ結構コツはいろいろあるんです。コツというか、はい、やっぱりちゃんと、うん、社内でもしっかり作るようにっていう、いろいろそれこそ実際作る研修とかもやってますので、はい、まあ、それで良いものを作るように努力してます。作る研修などもあるんですね、はい、まあ、そういったものでじゃあこの美味しさの秘密もなんですかできてますけどね、うん、素晴らしい。いやちょっとお聞きしたいのが、はい、このアイディアですね、こういういろんな着眼点やアイディアや、はい、まあ、その味に対するこの思いというか、はい、この工夫してみようとかいうそういうひらめきっていうんですかね、はい、どういったところから上間社長は出てこられるのかなと思ってですね、まあ、これは別に僕が全て考えたわけではなくてですね、はいはい、まあ、世界でもすでにそれをやってる地域もあったりとか、また業種が違うエリア、例えば、僕インターネットすごく好きなんですけど、はい、インターネットの世界ではこういったのをオープンソースっていう概念で呼んでて、まあ、共有しようと、どんどん良いことはで共有して、それを使ってまたいいものを作るとものすごく評価されるんですね、はい、それでいくら稼いだかがすごいではなくて、はい、より良いものを作って、うん、みんなに教えた人が一番すごいっていう世界なんですよ。それ素晴らしくないですか。素敵ですね。素晴らしいですね。まあ、まあ、もちろん中にはそれ綺麗事だよっていう話もあるんですけど、うん、まあ、それってなんか綺麗事のように聞こえるかもしれないんですけど、うん、やっぱり僕らが今生活できていることって、例えばもしこう
電気だったりとか、うん、いろんな科学の力だったりも誰かが独占してたら今頃世界こんなに発展してないじゃないですか、はい、結局僕がやろうとしてることってなんか革命的なことを言ってるわけじゃなくて、うん、ずっとあの人類の先達たちがやってきた流れでもあるんですよね、はい、そうやって一つ一つこう文化の積層というか地層みたいに積み上げていく、うん、そういう活動を僕も魅力ながら何かできたらなとは思っております。いやもうすごいね一つ一つがねもうすごいあのやっぱね実践されてる方なのでさらにね、はい、あの本当にこう言葉のまた重みも重みが、ね、はい、あってもう本当にすごいなって思ってるんですけど、はい、ここでですねまたあのちょっと一曲あの曲をご紹介させていただいてその後にまたねあのお話をまた続きをお伺いしたいなと思ってるんですけども、今度、次あのお届けする曲はですね私があの上間社長をイメージした時になんかこう出てきた曲だったんで、うん、はいちょっとあのお聴きください。慰霊春日で明日にかける情熱。あなたがいる信じ愛ではですね、またねあっという間の時間なんですね。もうそろそろねもうこんな時間みたいな感じなんですけど、今ちょっと早速ですけどねまたお話を伺いたいんですけど、はい、今ね熱い思いもう熱いこの情熱をとてもこうお話を伺いながら感じたんですけど、うん、はい、まあ実際この今あの力入れてることとか、はい、
これからこんなことをまた会社としてやっていくよとかっていうことがあれば、はい、またぜひこちらでねお知らせも兼ねてお願いしたいんですけども、はい、分かりました、そうですね、今上間弁当天ぷら店の方はですね、今後も店舗を少しずつですが増やしていって、沖縄の人の生活に根付いたお弁当屋さん、お惣菜屋さんとして、はい、続けていきたいなと思っております。それで直近なんですけど7月の7日ですね、上り川店が本店になるんですが、沖縄市の高速北インターを出てすぐ直進200メートル行ったと右手にあるんですが、はい、そちらが、改装で新装オープンになりますので、まあ、よければぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、なんか他になんかまたはい、ご案内することってありますか？はい、そうですね、最近こう SNS で見ましたっていう感じでよく、はいはい、お話聞くんですが、実はケータリングの新規事業も始まってまして、ケーターフォーユーというブランド名でやってるんですが、素敵ですよね、はい、ありがとうございます。素晴らしい、ね、こちらも新規事業でですね、はい、お客様のご指定した場所だったりとか、うん、そちらに行ってですね食事を提供させていただいてるんですが、はい、まあ、僕らが独特というかオリジナルでやってるのは、そこにですねお花ですとか、うん、グリーン、その他装飾もですね含め、もうトータルのプロデュースでさせていただいてると。それでですね、本日これから夕方、はい、6時ですね、すみません、はい、6時に久茂地の琉球銀行本店向かいのタイムスビルさんで、はいはい、随泉酒造さんの新商品のお披露目、はい、青森スパークリングっていう新商品がありまして、はい、そちらのお披露目の会場になっております。そこでケータリングをさせていただきますので、もしよければ遊びに来ていただいてですね、こうやって遊びに行っちゃっていいんですか？あ、はい、一般向けの開放イベントですので、あ、まあ、ワンコインで、はい、うちのケータリングの料理とその青森スパークリングを、こう試せると。皆さん聞きました？聞きましたか、はい、なんて贅沢なワンコインで試せるそうですよ。そうですね、これもみんなで行きましょうよ、はい、仕事終わりにパッと行ってワンコインでこうアペリティーボというか食前の、はい、これから街へ繰り出すぞという前に利用していただくといいのかなと思います。なるほど、すごいですね。でも社長、こちらは今日だけじゃなくてちょっと続く、そうですね、今日明日明後日と3日間続きますので、この3日間続くそうです、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、皆さんね、この今ね社長がお話しされてたケータリング事業、はい、ぜひね、本当こう私もねこう、ホームページ、はい、見せていただいたんですけど、はい、すごいですよね、うん、ありがとうございます。こう県内でされてるとこないですよね、うん、そうですね、今のところは、はい、空いた形のケータリングは僕らだけかなと思いますので、ね、皆さん本当にすごいんですよ、私もう見てすごい感動して、あれもう一流ですよね、うん、はい、あ、いやそうですか、いやもう本当です、はい、いやでも本当その社長のこのねまた思いというか、はい、こういったことをまたやろうと思ったきっかけって何かあったんですか？はい、そうですね、意外とこうケータリング自体はですね、知り合いの企業さんからちょっとこういうケータリングできないかっていう話をお受けしまして、はい、全然やったことなかったんですけど、まあ、ちょっと社員に聞いて、うん、こういう話来てるんだけどやってみるって言ったら、うち女性の社員がとても多いので、はい、まあ、やりたいと、ぜひ、うん、はい、そういう表現やってみたいということで、はい、じゃあやってみようっていう感じで、まあ、チャレンジですね、チャレンジ、はい、チャレンジの中からじゃあスタートして、はい、じゃあこのケータリングを、うん、例えばこう一般の方でも予約ってできるんですか？はい、できます、今すみません、ホームページまだはっきりとしたホームページじゃないんですが、うん、はい、インターネット、フェイスブックでですね、はい、ケイターフォーユー、 CATER で数字の4に U ですね、はい、ケイターフォーユーという形で、調べていただくと、まあ、すぐ出てきますので、フェイスブックですね、はい、そちらから問い合わせのメールと、はい、あと電話でも対応可能ですので、うん、そちらに電話番号記載ありますので、はい、ぜひ、はい、一度問い合わせしていただければ。あ、なるほど、これ今電話番号だけでもぜひ、はい、ご案内いただければと思うんですけども、うん、あ、すみません、電話番号がですね、はい、098-937-9477までかけていただいて、はい、まあ、ケータリングの件でと
あのお電話いただければすぐ対応しますので。なるほど、皆さんねぜひね、あの、うん、本当に素晴らしいので、でもまず一回ね、今日朝明後日あるんでね、はい、あのお試しね、ワンコインできるんでね、そこで本当ね、あの素晴らしいこのケータリングをね、うん、ぜひ見て、またね食べていただきながらね、はい、はい、また利用していただければと思いますけどね、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、それでは、最後にですね、社長、あの今あのこれからまたねチャレンジしていこうとか、はい、今後の目標などあれば、はい、この番組はですね、リスナーの皆さんと一緒にですね、はい、またゲストさん応援しようという番組でもあるんですね、はい、ありがとうございます。ぜひあの教えていただけるいただければと思うんですけども。そうですね、僕自身、いろんなことチャレンジしていきたいなと思ってるんですが、まずはですね、うちの上間弁当天ぷら店だったり、はい、そのケーター 4U というケータリング授業だったりを通しながら、もっと食文化を僕らの会社の中だけではなくてですね、はい、どの周りの人とも一緒に協力したりコラボレーションしたりですね、うん、まずは沖縄の食文化をどんどん発展させていけるような活動をやっていきたいなと思っております、はい、でもう一つ、あの U&I 株式会社というところがあるんです。そこの代表もさせていただいてまして、はい、そこはですね、沖縄の経営のことだったりとか、うん、なるほど、はい、そういった僕が今までこういろんな苦労だったり大変な思いして学んできたことをですね、まあ、みんなもうやらなくていいんじゃないかと、僕がどんどんノウハウをあの共有してですね、より高い位置から経営を始めて、もっともっと沖縄を進化発展させていくような活動ができればなと思っております。すごい素晴らしいですね、はい、それをまたね、あの今もう実際されていらっしゃることでもあるけども、さらにまた力を入れて、はい、やっていかれるということで、はい、じゃあ皆さん、はい、みんなでね、あの久しぶりにビームウェーブを、はい、していきたいと思うんですけども、はい、それでは、よろしいでしょうか皆様、はい、はい、それでは、はい、いいですか、上間社長、上間社長の夢目標に向かってビームウェーブ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当にですね、今日はあっという間の時間でですねもう気づけばもう52分になっているんですけども、最後にですね、あの上間社長、あのご案内することもうないですか、大丈夫ですかもう漏れてることないですか特別じゃない、はい、もう本当ね、あっという間の時間ではあるんですけどね、あの今日実はあのツイキャスでもコメントいただいてまして、ご紹介したいと思います。はい、こんにちは、北海道から聞いてますって、ラッちゃんですね、ラッちゃんから来てますよ。であとですね、こんにちは、いつも沖縄ブレイブス楽しく聞いてます、私もあのよく利用してます、上間天ぷらよく利用してますということでですね、嬉しいですね、はい、あのツイキャスいただいてますね、あとですね、はい、なんか、はい、あ、ミスチーさんからまたコインもいただいてますね、ミスチーさんどうもありがとうございました。はい、もう今日はね、たくさんの、あのメッセージなどいただきまして本当ありがとうございました。ありがとうございます。はい、番組のですね、また感想などがありましたら、ぜひメールいただきたいと思います。メールアドレスは数字で780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。お待ちしています。また今日の放送はこの後 YouTube でアップいたします。 YouTube からコーチ和解で検索いただけると視聴することができます。そしてこれまでの放送も合わせてご覧いただけますので、今日ですね、途中からしか聞けなかった上間社長の話もっと聞きたいよっていう方ですね、うん、ぜひまたこの後、あの、はい、お聞きください。はい、次回はですね、6月28日水曜日の午後2時からの生放送になります。この番組は輝く未来をお約束、不動産の有限会社エナジーと健康づくりのパートナーイオン那覇隣宮城整骨院ヒーリングアロマ沖縄の提供でお送りしました。はい、ね、まだまだね、ちょっと、毎日湿気も多くですね、じめっとちょっとした天気が続いてますけども、心はすっきり軽やかに、この一週間、また元気いっぱい過ごしていきましょう。それでは、また来週、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。またねー。
じゃない英雄じゃない、みんなの上には空がある、雨の